カプセル式のゴミ捨ては簡単ですが、吸い込んだ空気とゴミがフィルターに流れる構造になっているため、フィルターにゴミが付着しやすい。このため、フィルターに付着したゴミをブラシなどで除去する必要があるため、ゴミ捨て時に、ちょっとした一手間がかかる上、お手入れの際に、塵が舞い上がりやすく不衛生になります。囚人方式をサイクロン式に変えるサイクロンアタッチメントを取り付ければ、ダストケースをワンタッチで取り外せるため、さらに簡単にゴミ捨てが行えるようになります。また、カプセル式のように塵が付着する箇所が少ないため、ゴミ捨て時のお手入れが低減される上、ゴミ捨て時に塵も舞い上がりにくくなり、衛生的になります。ただし、本体重量が約 350g 重たくなることと、家具下の狭い場所や、低めのテーブルの足回りの掃除がしにくくなります。